皆さんこう、はい、ちょっと遅くなっちゃったんですけれども、投稿させていただきました。はい、今日は勝ちました。イエーイ。いいほどのチーム状況ではございませんけれども、まあ、やっぱりこの中日ドラゴンズっていうチームがね、勝ってくれるっていうところに、まあ、やっぱ喜びはね、感じるし、まあなんていうかな、まあ、僕にとってこの中日ドラゴンズっていうチームがあるからこそ、愛知県に、来たのもありますし、まあ人生かけて応援していかな、していかなあかん言ったらまたなんかあるかもしれないですけど、していきたいなっていうふうに、出会えた、チームでもあるんで、まあほんまに一生かけて応援していくつもりではいるんですけど、まあやっぱりね、こんだけ負け続けても、まあどんだけ勝ち続けてもやっぱりね、まあ勝ち続けてくれたらこの上ないんですけど、まあほんまにこんだけ負けて弱すぎてね、まあ、ほんまに毎日批判の起きるような、チーム状況だと思うんですけど、まあでもやっぱりね、勝つと嬉しいなっていうのもありますしね、はい、まあよくやってくれたと思います今日は、はい。でまあ、今日もね、いかつい中日ファンの方に声かけていただいて、毎日見てくれてるっていうふうにおっしゃっていただいて、で、まあ、動画投稿今日もね、寝ずに起きてるから早上げてくれっていうふうに言われたんで、帰ってきてすぐ撮らせてもらってるんですけども、まあ、ちょっと編集とかね、時間かかっちゃったんで、まあ、この時間になっちゃったんですけれども、はい、見ていただいてると嬉しいです。ほんまいつもありがとうございます。お前、あと今日小学生の子たちにも二人に声かけていただいて、で、写真もね、撮らせてもらいましたし、で、最後、石川昂弥の T シャツ着た子もね、わざわざ違う席から走ってきてくれてね、いつも見てますって言ってくれて、まあ、やっぱりそういうのはほんま嬉しいですね。ほんまに。まあ、やっぱり、まあ、知らん、まあ、僕はやっぱりね、どんな方も基本的に面識のない方ばっかりなんで、まあ、やっぱりなんか初対面の人には話しかけにくいみたいな人もいらっしゃると思うんですけど、まあ、そうやってやっぱり話しかけてきてくれるっていうことはね、やっぱりほんまめっちゃ嬉しいことやなっていうふうに思います。はい。まあ、まあこのね、YouTube やってると、まあなかなか自分の意見を基本的に僕は言うタイプなんで、まあ、アンチの人もたくさんいると思いますけど、まあそうやっていつも見てます、楽しみにしてますって言ってくれる人もねめっちゃいてるんで、ほんまにそこは、ありがたいなと思って、こういう配信はね続けさせていただきたいなっていうふうに思います。はい。じゃあ、まあ試合のね方にも移っていくんですけれども、ごめんなさい。最後に、まあ、いつもインスタとかツイッターでも、よくコメントいただける方も、まあ、関西の方だったんですけど、まあ、今日は来ていただいてて、最後の方に話しかけていただいて、ちょっと喋らせてもらったんですけれども、まあ、やっぱりね、全国各地に、やっぱり中日ファンっているんですよね。関西でも、僕も関西出身なんですけど、関西出身でも、関西弁でも中日ファンっていうのもね、おるんで、まあ、やっぱそういうのね、全国各地に中日ファンいてるっていうことを、中日首脳陣、選手、監督、コーチ、分かってもらって、毎日毎日プレーしてもらいたいなっていうふうに心から思います。はい。ほんまに毎日ね、遠いところからも来てる人も絶対いてると思うんで、ほんまにそういうの大切にしてやっていきましょう。はい。で、今日はこの、斉藤選手が、ドラゴンズに来てくれて初勝利を挙げました。ほんまにおめでとうございますほんまに、ね、めっちゃいいピッチャー取っちゃうんちゃうかなっていうふうに思うし、もう肩もめっちゃごついし、なんかあんまピッチャーの風格しちゃうんですよね。なんか4番バッターみたいな、ごつごつした、もう肩もね、なんかバシって広いし、で下半身もガチッとしてるしね、ほんまになんかめっちゃええ、なんか馬力のあるピッチャーやなっていうふうに思うんですけど、なんでなんか他球団であかんかったんかなっていうふうに思うぐらい、まあ、やっぱダメな理由はねやっぱあると思うんですけど、まあでも中日で
ほんまに花咲かしてもらってね、やっててもらったら、めちゃくちゃいいピッチャーになるんちゃうかなっていうふうな思うピッチャーではあったんで、で、はい、そういうふうに思うピッチャーが来てくれたんで、まあ、10試合連続無失点でもありますし、どんだけ続けていけるか分からないですけれども、まあ、ちょっとしんどくなった時にね、どういう風になるかは分からないんですけど、まあでも、おもろいピッチャーちゃうかなっていう風に思います。はい、これからも頑張っていってください、斉藤投手。ドラゴンズをなんとか、強いチームに導いてくれるようなピッチングをこれからもどんどん続けていってもらって、まあ、体力はありそうなんで、ドラゴンズで花咲かして、ドラゴンズで骨をうずめてもらって、ドラゴンズに引退してください。はい、お願いします。で、大島プロも残り18本に今日ね、なったみたいで、もうなんかお盆ぐらい達成するんちゃうかなっていうふうにね、向かって思ってるんですけど、なんかドラゴンズショップが販売したあと10本とかね、あと10本、あと1本のなんかタオルみたいなのありましたけど、あれなんか受注生産みたいなやつで、よく届かないドラゴンズショップなんですけれども、あと10本のタオルがあと10本の段階で届いてるんかなっていうふうに、なんかちょっと、なんていうかな、ほんまに絶対注文したいと言ってるんで、そこで届いてるんかなっていうふうに、ちょっと心配な部分でありますよね。はい。で、やっぱり岡林と大島で今日も1点取って、でその後宇佐美の、タイムリーでも1点取って、まあ、やっぱ大島と岡林でね、1点取れるっていうのはやっぱでかいんですけど、まあ、これをね、もうちょっとなんか続けて、初めからね、もうちょっと上手いこと言ってほしかったなっていうふうに思うところではやっぱありましたね。はい。まあでも、もうね、今まで終わったことをぐだぐだ言うのしゃあないんで、まあこれから、まあ岡林は今年も117本かな、今打ってんのかな。今年もまた最多安打、もう首位打者も狙える位置に来てると思います。はい。高卒まだ、今年で4年目、4年目っすよね。すごいっすよね、もうほんまに。めちゃくちゃなんかすごい、初め多分投手に入団してきたんですけど、こんだけ打てるようになって、ほんまに去年ね、立浪監督が心中して使ってくれたなっていうふうに思うバッターでも一人ではありますね。はい。で、2年連続最多安打なんかね、高卒4年目でやったらほんますごい快挙だと思いますし、まあ、もう怪我しやんとそこに向かってやっていってくれたらほんまにええんちゃうかなっていうふうに思います。あと細川と高谷も、20本20本打ってシーズン完走してほしいなっていう。で、来年に向けて、まあ、怪我しない体作りと1年間戦える、体作りをやっていってもらって、で、まあ、あと、まあ、福永とかもね、1年間やったことがないんで、とりあえず疲れながらも1年間出て怪我しないように、やっていってくれたらまた流れでねやっていけるんちゃうかなっていうふうに思います。まあ、もう借金ね20とかなってきてるんで、もうポジティブに考えていくしかないんですよね。はい。もうだからやっぱり1個の勝ちでもまあ次につながる1勝で、負けても次につながる負けっていうのをやっていく、残りの試合っていうのをやっていってほしいなっていうふうに思います。はい。どんだけ負けても、どんだけ苦しい試合が続いても、毎日毎日来てくれるファンの人はいます。はい。時間とお金をかけて行ってる、まあでもそれに対してね、まあ、周りにも負け続けると、まあもうふざけんなよという気持ちでもね、もちろんなりますけど、まあ、それでもやっぱりね、このドラゴンズっていうチームが好きやからこそやっぱり行くし、ほんまに好きやから行くんですよ、絶対に。はい。好きじゃないし、まあ、別にそんな好きじゃなくて、まあ、別にテレビ見てるぐらいええやみたいな感じだったら、そんな別に球場行かへんんですよ。はい。だから、そういう人もいるんで、もちろんテレビで見てる人が悪いって言わないですよ。そういう人もいるんで、そういう人たちに向けてもちゃんとした試合をやっていこうっていう、はい、ふうな、心がけをやっていってくれると
チームとしても上に来るんちゃうかなっていうふうに思いますけどね。はい、まあたかが一勝されど一勝ですけれども、まあこの借金21、まあ今日で20になりましたけど、まあどうやって返していくかわからないですけど、まあ希望の見える試合をやっててくれたらええんちゃうかなって思います。はい、じゃあ今日はちょっとこういう話題になっちゃいましたけれども、まあね、ちょっと今日2軍のね、僕試合を見てきたんで、まあちょっと2軍の試合を見に行って、まだ思ったこともあったので、また月曜日とか試合ない日に、動画投稿させてもらえればと思います。はい。じゃあ今日は斎藤投手、初勝利。で、まあ岡林宇佐美のタイムリーで勝った試合っていうのが、今日の試合でありました。はい。じゃあまあ、明日も、ずっと試合が続いていくので、もうとにかく、希望のない試合をするんじゃなくて、希望のある試合をやっていって、つながる試合をね、やっていきましょう。はい。じゃあ、明日も皆さん、名古屋でも行かれる方は、応援よろしくお願いします。はい。じゃあ最後、一本締めでいきます。よー。ありがとうございました。